皆さんこんにちは、FP の産休無料合格講座、今回はですね、以前お話しした債権の内容をね、少し詳しくお話をさせていただきたいと思います。で、この債権とですね、あとは株式の内容ですね。で、あとはちょっとね、銀行預金のお話なんかもね、追加でお話できたらなと思ってます。ではですね、講義の方入らせていただきます。まずですね、まあ債権なんですけども、あの債権にはね、いろいろな種類があります。で、代表的なね、債権としてはこの3つですね。あの国債って言われるようなもの、あと地方債って言われるものと、まあ社債って言われるような、こういった債権があるんですけど、まあ発行元がね、どこかっていうことで、まあ国とか地方とかね、企業が発行したもので、で、この債権っていうのがね、そもそも何かっていうと、あの要は信用してお金を預けてくださいっていうような、まあそういったものなんですよ。で、一番イメージつきやすいのは多分企業だと思うんですけど、企業がこういった社債っていうものをね、発行していろんな人が買ってくれるわけなんですね。で、あのただもちろん投資なので、もちろん利益が出ないと誰も買ってくれないわけなんですよ。で、例えば年何パーセント、じゃ あの買ってくれたら利息をつけますよっていうことで、まあ、例えば100万円なら100万円をこの企業の社債っていうものを購入すれば、企業は100万円をもらって、その100万円に対してのまあ社債っていうものを、皆さんにお渡しする。で、例えば5年後なんかにその社債自体をじゃあ換金するってなったら、まあそれの、例えば利益の分がね、追加で乗っかってきたりとか、あとは持ってるだけで毎月年何パーセントもらえたりとかね、まあそういった風な感じで、まあ株式とね、似てるといえば似てるんですけど、まあそういったものがね、この、あの債権というものになります。で、それのね、まあ発行元が国か地方か、あの、まあ会社かっていうね、この3つの違いなんですけど、まあ要はね、国っていうのは基本的に国が潰れれば、あのもう日本が潰れてるわけですから、なので、あの基本的に一番リスクは低いんですよ、国債っていうのは。ただ、まあ、リスクが低いってことは、つまりリターンもすごい少ないわけなので、まあ、全然儲からないわけなんですね、こういったものは。で、それに比べて、例えばものすごい小さい会社の社債であれば、利益は多い代わりにリスクも高いよっていうね、まあそういったものがね、こういった債権になります。で、債権にもですね、まあお金の返し方といいますか、まあ皆さんにお渡しするやり方っていうのがいろいろありまして、例えば利息債って言われるような、こう決まったね、時期に利息がもらえる、まあ何月何日に、まあ何パーセント分の利息を差し上げますよっていうようなものと、あと割引債って言われるようなもので、まあ、利息はね、つかない代わりに、利息の分だけ割り引いた値段で購入ができるんですよ。まあ、例えば額面がね、まあ、100円の、まあ、100円で1万円にしましょうか、1万円の債券を、例えば9800円で買えるとかね。で、まあ、なんで、もうすでに売った段階で得になりますよっていうようなものが割引債っていうものですね。で、債券のね、発行の価格なんですけども、まあ一応100円がね、例えば基準だとすれば、その、額面より増えればオーバーパー、下回ればアンバーパー発行って言ったりします。で、まあこのね、用語はそのまんまなんで、多分すぐ覚えれると思います。オーバーかアンダーかってだけなんでね。で、あと国債の種類ですね。基本的に国債って今毎月発行されてます。ちょっと前まではね、何年に1回とか決まってたんですけど、今は毎月発行になってるみたいですね。で、一応変動が10年で、まあ、固定5年3年ってあるんですけど、一つ覚えておいていただきたいのは、この金利のところの 0.66 ですね。変動10年の場合は 0.66% つきますっていうね、まあ、ここをしっかり覚えておいてください。で、まあ、変動固定っていうのはこれ金利の額ですね。固定金利で何パーセントつくのか、変動だったらその市場の金利に合わせてね、変動していきますよっていうものですね。はい、ではですね、株式についてなんですけど、株式もね、非常に用語がいっぱいあります。で、まあ、PER、PBR、あと POE であったりとか、配当利回り、配当成功なんてね、いう、まあ、こういった、まあ、基準にするような数値っていうのがあるんですよ。まあ、何倍とか言ったりするんですけど。で、まあ、配当利回りはね、何パーセントとかですけどね。で、ここで、まあ、結局このワードは覚えないといけないので、僕がどうやって覚えてたかっていうと、まあ、語呂合わせみたいなものなんですけど、PER はもういい利益って覚えてました。で、PBR は微妙な資産って覚えて、まあ、いい利益、微妙な資産、いい利益、微妙な資産って言ってれば、勝手に覚えてましたね。で、まあ、この数値自体は、1株当たりの純利益分の、まあ、株価ですよと。
ということで、で、まあ、ここのね、計算方法なんかは、その実技の方でね、やりますんで、まあ、今はね、このイメージだけついておいていただければ結構です。で、まあ、利回りのね、計算方法とか、成功の、計算方法なんかも実技の方で出ますんで、まあ、そこでね、ご説明をさせていただくんですけど、文字として出たときに、まあ、どうやって覚えるかっていうのでね、僕は E 利益微妙な資産。で、まあ、O に関し、ROE に関しては、もうそのまんま、純利益自己資本っていう風な感じで覚えてましたね。で、あとね、注文の仕方っていうのがね、2種類あるんですけど、まあ、差し値注文と成り行き注文ってね、言うんですけどね、もうこれもね、イメージつきやすいと思います。差し値っていうぐらいなんで、値段を指定して買う。で、成り行きなんで、まあ、値段をね、指定しないで買いましょうっていう。まあ、いくらでもいいんで、これが欲しいっていうのか、まあ、この株が3000円だったら欲しいっていうかっていう違いですね。で、まあ、もちろんね、その相場に関してはまた指数っていうものがあるんですけど、まあ、指数っていうのはね、目安っていう風なね、イメージなんですけど、まあ、日経平均株価ですね、まあ、225銘柄のね、修正平均株価と、あと、東証株式指数っていう、ごめんなさい、東証株価指数ですね、っていう、東証一部の全銘柄の加重平均株価。ですね、まあ東証一部っていうのは、まあ、あの株式にもいろいろ種類があるんですよ。東証一部、東証二部であったりとか。で、その、まあ、なんていうんですか、ランクの違いですね。東証一部が一番高いランクになるので、まあ、それの加重平均を取ってるのがこの東証株価指数ですね。で、日経平均225っていうのはね、もうこれもよく出る内容なので、まあ、日経平均225、日経平均225って言ってればね、そのうち覚えていけると思います。で、次ですね、ポートフォリオ運用なんですけど、まあ、ポートフォリオっていうね、意味自体は、もういろんなものに分散するっていうイメージですね。例えばですけど、100万円持ってたとして、その100万円を全部株式に当てちゃったら、その株式が失敗した時、100万円がゼロになる可能性が非常に高いわけなんですよ。で、そういったことを防ぐために、いろいろなね、まあ、ジャンルに投資するっていう風なイメージが、この投資、いろいろ分散するっていう、このポートフォリオ運用って言ったりします。例えば、まあ、じゃあ10万円は何かあった時に銀行に入れておこう。で、じゃあ30万円は株式に当てておこう。で、残りのじゃあ、60万円は FX にしようとか。で、そうなった場合に FX が失敗しても、まあ、この株式と、銀行に預けてる10万円は残るよねっていう、まあ、そういったリスク管理の一つですね。で、このポートフォリオの、相関係数っていう、ね、ものがあるんですけど、もうこれはこのまま覚えてもらったら結構です。プラス1がリスク最小で、マイナス1がリスク最大になります。で、まあ、プラスが、ね、1で最小、マイナス1がリスク最大。もうこれをね、言って覚えていっていただくしかないですね。で、まあ、あとは過去問をね、解きながら覚えていっていただければと思います。で、先物取引ですね。聞いたことはね、ある方非常に多いと思うんですけど、まあ実際僕はね、やったことないんで、その、詳しい内容まではわからないんですけど、先物取引って何っていうと、まあ要はね、原資産を将来、売り買いするような約束のことをね、この先物取引って言うんですよ。で、どういうことかっていうと、例えば、すごい今映画が流行ってて、ポップコーンが大人気だと。で、そういった場合に、じゃあ、ポップコーンが今後人気がどん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 増えていけば、ポップコーンが値上がりする可能性があると。そうなってくると、結局ポップコーンに使ってるトウモロコシの値段が上がるわけなんですよ。で、トウモロコシの値段が上がるって予想して、そのトウモロコシを今のうちに買っとくっていうのが先物取引です。で、トウモロコシが高くなった時に売ったりであったりとか、まあ、もしくはね、結局ポップコーン入らなくて、トウモロコシが大量生産で余っちゃったら、もちろんこっちが赤字になるっていう。なので、そういった原資産を、まあ、予約してね、こう、売買するようなものになりますね。まあ、別にトウモロコシじゃなくてもね、石油であってもいいんですけど、まあ、そういったものですね。で、まあ、売りヘッジ、買いヘッジっていうことで、まあ、売りヘッジっていうのは、まあ、その値段がね、下落する恐れがあるので、まあ、ポップコーンですね。あ、ごめんなさい、トウモロコシ、原資産を売る。で、買いヘッジっていうのは、結局上昇すると予想して、トウモロコシを買っておくってことですね。まあ、そういったことをね、売りヘッジ、買いヘッジって言ったりします。で、あと銀行の預金ですね。まあ、普通預金と決済用預金っていうね、まあ、こういった2つがあるんですけど、まあ、普通預金はね、特にご説明もいらないと思います。皆さん使ってる分なんでね。で、決済用預金っていうのは、ちょっとね、特殊なものでして、
3つの条件っていうのがないとこれが使えないんですよ。で、預け入れ先の、まあ、あの 金融機関、要するに銀行ですね、が、仮に破綻したとしても全額保証してくれるっていうのが、この決済用預金のメリットなんですね。で、またですね、後日もう一度ご説明しますけど、銀行って基本的に1000万円までしか保証してくれないんですよ。壊れたとき、その倒産とかしたときにね。で、ただこの決済預金に預けておけば、万が一銀行がね、破綻しても、まあ、全額保証してくれるっていう。で、まあ、要は、じゃあどういった内容なのかっていうと、無利息なんですよ。預けてたところでお金が1円も発生しないっていうね、こういった無利息で、であと要求払いっていう、まあ、預け入れの期間が決まっていなくて、そのお金を入れてる人のね、要求によっていつでも払い戻しできるっていう、まあ、これ普通預金とね、考え方は一緒です。で、あと決済サービスができるっていう、まあ、公共の料金のね、自動支払いなどがに使えるよっていう、こういった3つの条件。なので一番大きなのはこの無利息っていうところですね。で、まあ、預けててもお金が増えないんだから、まあ、万が一銀行が倒産してもこれは返してねっていうことですね。で、あとですね、外貨建て預金っていうものがあるんですけど、まあ、外貨建て預金っていうのは、要は現金を、日本円で置いとくんじゃなくて、海外のお金に変えちゃおうってことなんですよ。で、海外のお金に変えておくと、どういうメリットがあるかっていうと、例えば100円の時に預け入れしたとするじゃないですか。で、101円の時に、じゃあ引き落としすると1円儲かるわけなんですよ。同じ額入れてるだけでも。で、これが100円と101円で1円の差なんで、結局ね、1円増えるか減るかの話ですけど、これが例えば1000万になってくると10万円変わってきますからね。まあそういった、まあ相場ですね、円相場とかと合わせて、まあ結局変動するようなもの。これを、まあ外貨建て預金って言います。で、まあ TTS と TTB っていうね、まあそういう用語があるんですけど、まあ円を外貨に変えるときを TTS って言います。で、外貨を円に変えるときを TTB って言いますね。まあ、buy なんで日本円を買うことをね、まあ、TTB。で、sale、まあ、日本円を売るっていう。なので、まあ、日本円を海外のお金に変えることを S。で、海外のお金を日本円に変えることを B って言ったりします。で、このまあ、TTS と TTB ですね。まあ、こちらもね、一つ覚えておいてください。で、まあ、これね、先ほど言ったように、銀行っていうのはね、倒産した場合は、一応基本的に1000万円まで保証してもらえる。まあ、教科書の表現ではね、してもらえるって書いてるんですけど、一応1000万円までしか保証してもらえないんですよ。なので、1000万円以上ね、預け入れするときは非常に危険ですよということで、マンションのね、管理組合なんかは、こう、お金いっぱい貯めてるので、すごいお金になるんですよ。5000万とか6000万とか。なので、1000万おきに銀行変えたりしてます。まあ、そういったところでね、万が一何かあっても大丈夫ですよっていう風にしているのが、まあ、この1000万円までっていうことですね。で、ただしですね、まあ、外貨預金は対象外ということで、まあ、もう日本にお金がないので、そこに関して保証はできないよってことなんですね。先ほどご説明した通り、もうドルとかユーロとか、まあ、そういったものに変わってるわけですから、そこに関しては保証できないっていうことですね。はい、ではですね、ちょっと、時間を押しちゃったんですけど、問題1問解いてみてください。はい、ではですね、本日の講義はこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。